どうもこんばんは。ちょっとね、今回こちら食ってみます。芸能界がうなる、宅配カレー専門店オーベルジェの監修カレーのカップ麺ですね。はい、でこれすでにお湯を入れて何分か経ってるんで、おお、すごい。あ、ちょっとお湯足んなかったかもしれない。なんかドロッとしちゃってるわ。あと逆にこんぐらいの方がうまいっていうのもあるけどな。うん、あー、いい匂い。めちゃくちゃいい匂いだよこれ。はい、こちら食っていきます。最近ちょっと糖質制限してねえんじゃねえか疑惑みたいなの出てると思うんですよ。こういう動画結構上げてるから。僕ジムの先生に言われてるのは、そのなんか完全に糖質制限、別にその無理をしてするなと。ただ結局その食べなすぎて筋肉量が落ちたりとか、単純な体調不良、それが一番良くないから、なんか食べたくなったら、その、まあ、もちろん米の半分、お茶碗半分程度ぐらいならもう全然食っちゃった方がいいと。で、炭水化物は特に筋力トレーニングの前とかに取ると、やっぱその分トレーニング そのパフォーマンスも上がるんで、それでね、炭水化物を完全にシャットアウトしてるわけじゃないんですね。で、最近やっぱ思うのがね、なんかちょっと体だるいなって、パワーが出ないなって時ってやっぱね、糖質が足りてない。だから俺は食う。今から動画撮るんで、うまっ、うめえなこれ。うん、うめえけど、一口食った感想としては普通のカレーヌードルとあんまり変わんなくないかっていう。まあ、うまいけどね。うん、うわっ、スープがうまい。なにこれ、だったらこの麺を全部食った後にそこに米ぶち込んで汁に振動させて食ってるわ。おじやみたいにして。絶対うまい。うん、うまい。まあ、言うてカップ麺、カレー味のカップヌードルっていう感じなんだけど、なんだろう、この味の直球で来る感じ。あと若干ピリピリ辛だな。うん、若干辛い。なんかスープがめっちゃうまくて飲み干しちゃいそうだわ。我慢しないと。うん、うまいな。なんか最近ね、本当に自分の話ばっかり申し訳ないですけど、そのフィールボディさんっていうね、僕が顔してもらってる YouTuber のすするくんに紹介してもらったジム、もう今何だかでも4ヶ月ぐらい週2で通ってんねんけど、もうそこ行き出してからなんか眠いな、でもちょっとやんなきゃなって時にね、踏ん張りが効くようになったっていうか、単純に今までのゴミみたいな体がようやくちょっと普通になった。本当に普通の僕ら年代の人が持ってる体力ぐらいには復活したかなっていうのはすごい感じる。何やってもだるかったっていう日々からは今脱却しつつあるのかなっていう気がしますね。うん、だから本当睡眠時間、まあちょっと足りてないけど、どうしてもやっぱポケモンとかやりたくなっちゃうやんか。そういう時になんかそっちに集中できるようになっちゃって、もうその分反動でめちゃ寝んねんけどめちゃくちゃ寝んねんけど、寝るときに寝るときガーンって寝て、やるときにがっつり仮装するみたいな、そういうサイクルができるようになったから、
ほんとひどい時って寝れなかったからね、寝るのがまずできなかった。寝つけても3時間とかで目覚めてみたいな、それでだるいままずっと1日経ってようやく眠くなってみたいな、それで1日終わるみたいな。そういうのがなくなったからなんかやっぱちゃんと、体をそのもう動かす、鍛えるっていうんじゃないですよね、鍛えるっていうよりかは体をこう慣れさす、日々の動きに、だから体幹ね、やっぱ体幹すごい大事だなっていう。赤老でも体幹ゲージが大事だよ、体幹が大事。体幹が良くなると姿勢が良くなって、長時間やっぱ作業ができる。ほんまにうまいな、これ。はい、ごちそうさまでした。これめちゃめちゃうまかったっす。めちゃうまかった。